りと落とす。血合いの黒い部分から言葉を正しく削っていく。言葉が透き通ってくるまで削る。次に意味を選ぶ。厚みのある意味を選ぶ。鍋に水を入れて強火にかけて意味をゆっくりと沈める。意味を浮き上がらせないようにして、沸騰寸前さっと吸い取る。それからぎゅぎゅっと言葉を入れる。言葉が鍋の中で踊り出し、言葉の膜がぬくぬく浮いてきたら、すくってすくって吸う。鍋が言葉もろともわっと湧き上がってきたら、火を止めて